どうもこんにちは、大黒住まいの中西です。今日はですね、おとり物件の特徴っていうのを、ご説明させていただきたいと思います。また別の動画でもおとり広告についてはご説明させてもらってるんですけども、簡単に説明させていただくと、おとり物件、おとり広告とか言われたり、釣り物件とか言われたりもするんですけども、お客さんを呼ぶためだけに、広告してる物件情報のことですね。なので、実際には契約ができない、家賃が例えば10万円ぐらいで本当はするのに、5万円とか6万円で掲載して、嘘の値段で掲載して、当然相場より安いのでお客さんは、それが借りるんでしたら借りたいと。でお店に行ったら、実はもう今ちょうど決まりましたとか、あとは実はここは人が死んだ物件なんで安いんですよとか、あとは3ヶ月しか住めない短期物件なんですとか、あとは最近やったら民泊専用なんで、住居では借りれませんとか、お客さんに合わせて、そういうことを言っていって、結果、借りれなくして、で、他の物件を提案すると。目的としては、お客さんを、お店に来店させるっていうのは目的なんで、そのさっき言った理由は何でもいいんですけども、そういう、実際には借りれないような、物件ですね。値段を安くしたり、他にもいろいろおとりってあるんですけども、図面が違ったりとか、あとはそもそも空いてない部屋をずっと載せっぱなしにしてたりとか、おとりにもその値段を安く載せるだけじゃなくて種類はあるんですけども、そういった物件がね、やっぱりインターネットサイトにはたくさんあるので、そういった物件を、お客さんとしてはやっぱり問い合わせしたくないんでしょうし、お店にそんなね、そういうおとり広告を載せている不動産屋さんに行きたくもないと思うので、そういったのを見分け方というか、おとり物件の特徴ですね、こういったのを、ご説明させてもらいたいと思います。一応ね、大きく分けて、7つありますね。まず1つずつ説明していくと、1個目は、相場に比べて家賃が安すぎると。これなんとなくイメージつくと思うんですけども、例えばなんですけども、古いマンションとかやったらちょっと相場感ってなかなかつかむの難しかったりするんですけども、築年数が浅めの物件とかでしたら、物件をいろいろ探してると、だいたいこれぐらいの値段帯かなっていうのが感覚としてついてくると思うんですよね。例えば大阪市内のこの難波周辺でしたら、比較的築年数が新しくて、普通の6畳7畳ぐらいの 1K やったら、6万5千円から7万円ぐらいだなっていうのを、インターネットサイトとか、スーモとかホームズとかそういったの見てると、なんとなくこう理解はできると思うんですよね、ずっと探してると。ただそんなところに、5万円とかあると、これは明らかに相場から外れてるので、これはおとり広告の可能性が極めて高いですね。これちょっと築年数が古いマンションだと、なかなか相場感がつかみづらいので、こういった手法は使いにくいんですけども、大体新しいマンションだったら、周りの今まで見てきた家賃に比べて、ちょっと安いんじゃないかっていうので、注意することはできるかなと。それもう一つ、見分け方があって、それはスーモとかホームズの名寄せ機能を使うんですけども、名寄せ機能っていうのは、同じマンションを、いろんな不動産屋さんが、掲載ポータルサイトに掲載しても、それがバラバラに掲載されるとお客さんからしたら見にくいので、一つの情報にキュッとまとめると、何々マンションっていうタイトルがあって、その下にお部屋情報がずらっと並ぶと、スーモとか見てたらそうなってると思うんですけども、そういうふうにずらっとこう名寄せされてると、同じマンションで、どの部屋が安いか高いかとか、見分けやすいんですよね。でその中で例えば、6万円ぐらいのお部屋なのに、1つだけ4万円とか5万円で載ってるとか、間取りとかそういったのもほとんど一緒で、そういったお部屋ですね、そういった掲載物件は、おとり広告の可能性が、すごい高いですね。で次が、写真が少なかったり、あと写真に統一性がないっていうことですね。でこれはおとり広告をしてらっしゃる不動産屋さんっていうのは、そもそもその、おとり広告の、家賃の安さとか、あとは空いてないのに掲載してるとか、そういうことで、希少性ですよね。そういったところで、来店を促すっていうふうにしてるので、結局その写真とかそういったところに力を入れてないんですよね。普通の不動産屋さんやったら、いかにお店に来店していただくかっていうのをやっぱり考えるので、同じ物件でも、他の不動産屋さんより綺麗に写真を撮ろうとか、たくさん物件の写真を掲載しようとか、常に新しい情報を更新しようとか、そういった努力をするんですけども、そういったところで勝負してないので、そういうおとり業者さんは、結局安く値段とかよく、掲載すればそれだけで来店するので、そういったね、手法を取っているので、結局、写真とか力入れたいので写真が少なかったり、で、
あとは、結局その写真とかも撮りに行くことすらしなかったりするので、ただ写真が全くないマンションって、お客さんからすると不安だと思うので、まあ、写真を載せるんですけど、その写真は他の不動産さんが掲載している写真をこうかいつまんできて、撮って掲載するんですけども、なので結構ね写真に統一性がなかったりするんですよね。例えば、リビングのサイズが、リビングは写真が結構大きいのに、なんか洋室の写真はなんかちょっとサイズが小さかったり、すごい画質が荒かったりとか、なんかそういう写真がすごい統一性がないとか、そういうような、掲載物件は結構こう注意する必要がありますね。次が、地図が掲載されてないっていうことですね。スーモとかでしたら、まあ、下の方にスクロールしていったら、まあ周辺環境とか、見れたりもしますし、まあ、物件の、地図ですね、まあ、ピンが刺さってたりすると思うんですけども、そういったのが、掲載されてない、これはおとり広告の可能性がかなり高いですね。これなぜかっていうと、掲載している業者さんっていうのは、まあインターネットに物件、まあ、スーモとかホームズに物件を載せるときに、物件の、住所ですね、こうピンが刺さると思うんですけども、そういうのしますかしませんかっていうのを選択できるんですよね。で、まあ、それをわざわざ、表示しないというふうにしてるってことは、まあ、要は物件を特定されたくないんですよ。物件の場所を、特定されたくないと。で、これは何でかっていうと、まあ、マンションがバレてしまうと、まあ、募集してないことがバレてしまう可能性も上がりますし、あとは値段が嘘っていうふうにバレる可能性があるので、まあ、マンションの名前を載せてないっていう物件もあるんですけども、それは実はおとり広告とは全然関係なくて、結構オーナーさんの意向とかもあったりするので、マンション名を伏せて掲載してるっていうマンションもたくさんあるんですけども、それよりかはこう地図が掲載されてないっていうのは要注意ですね。次が、掲載している、まあ、不動産業者さんですね、この掲載している物件から、距離が離れてると、まあ、どれぐらいかっていうと、まあ、3駅4駅とか結構離れてるとか、そういう場合は、おとり広告の可能性が高いです。これなんでかっていうと、普通の不動産屋さんは、そんな遠くの、駅の物件っていうのを掲載はしないんですけども、おとり広告してる業者さんは、さっき言ったように、物件の、その写真の、多さとか綺麗さとか更新の頻度とかよりか、まあ、値段を安く載したりとかそういったところで来店を流したりするので、まあ、関係ないんですよね。で、まあ、エリアを広くしたら、まあ、お客さんが来る率も上がるので、全然関係ないエリアとかの物件も載せたりして、でそれで、いろんなところから、お客さんを集めると、そういうことをやってる可能性が高いので、まあ、あんまり遠くの、物件を掲載している業者さんっていうのは、ちょっとおとり広告の可能性が高いかなと思います。次が、掲載業者さん、まあ、掲載している不動産業者さんの、ホームページの更新がされてない、これもさっきの話と、結構つながるんですけども、まあ、不動産屋さんってやっぱり信用が大事なんですよね、まあ、お客さんに信用していただかないと、まあ、結果ね、お部屋気に入っても、ちょっとこう、ね、不安だから、借りるのを考えようかなってなると思うので、まあ、だからその常にね信用していただくように、まあ、みんなどこも努力はしてると思うんですよね、まあ、それが写真を、細かく撮りに行ったりとか、まあ、情報を細かく更新したりとかすることなんですけども、それはやっぱりホームページとかも、まあ、当たり前のことで、まあ、お客さんやっぱり来店される前にどんなお店か不安やったりすると思うので、まあ、大体ホームページとかまあ見られるとは思うんですよね、まあ、だからどこの会社も大体ホームページでまめに更新したりとかしてるんですよね。ブログ更新したりとか、あとは物件情報を更新したりとか、不動産業に関わらずどこもやってるとは思うんですけども、ただまあそういったのも全然おろそかにしてるところですね。まあ、そういった会社さんは結局、まあ、来店をさせるのに、まあ、そういう信用とかいうよりかは、まあ、値段の安さとか、そういうまあおとり広告で来店をさせているので、まあ、あまり重視してないんですね、まあ、だから、全然ブログも、まあ、書いてるのが本当に去年で終わってるとか、物件情報更新 もう全然、数ヶ月されてないとか、もうそういった不動産業者さんはちょっと怖いかなと思います。で次が、まあ、掲載業者さん、まあ、不動産会社さんの口コミが、ちょっと悪いと。今ね、口コミサイトいろいろあると思うんですよね。まあ、でもよく皆さんから聞くのは Google の口コミですね。Google の口コミとか、まあ、簡単に見れると思うので、まあ、そこで、まあ、どんなこと書かれてるのかっていうのを、まあ、いくつか見ていって、で、まあ、おとり広告の業者さんとかやったら、結構そういうの、そのまま書かれてます。お店に行ったけど、結果物件を見せてくれなかったとか、なんかおとり広告をしてましたとか、まあ、結構まあ、たくさんそのまま書いてくれてることが多いので、まあ、ちょっと怪しい物件だなと思ったら、その掲載してる業者さんの、まあ、ホームページに飛んだりとか、こういうGoogle で、会社名を打ち込んだりして、まあ、口コミを見て、まあ、その会社がどういう会社なのかっていうのを判断した上で、じゃあおとり広告の可能性が高いのか、
そういうふうに判断してもらうのがいいと思います。で最後は、間取りと写真が、明らかに違うと、まあ、これはさっきのこの写真のやつと、ちょっと似てるんですけども、まあ、補足程度なんですけども、まあ、例えばですね、間取り、まあ、図面はですね、これは 1K タイプの図面になっているのに、まあ、お部屋の写真を見るとなんか 1LDK の写真が掲載されているとか、まあ、逆もしかりなんですけども、まあ、そういったのは、まあ、さっき言ったように、まあ、この写真とかそういう、図面ですね、そういったのをしっかり載せてお客さんに信用してもらおうっていう、考え方がないので、結局物件情報掲載が適当なんですよね。だから、こういうのは本当に、おとり広告の可能性が、高いですね。今日はですね、このおとり物件の特徴っていうのをご説明させていただいたんですけども、このチャンネルではですね、まあ、他にもお部屋探しをする上で、まあ、ちょっとわからないなって思うことがあったら、まあ、このように解説させてもらったりとか、あとはお部屋に行ってみないと、ちょっとわからない、例えば6畳ってどれぐらいの広さなのかとか、まあ、そういったのとか、まあ別の動画で上げてますので、そういったのまた見ていただければと思います。弊社大黒住まいは大阪市内の難波大黒町あたりで営業しておりますので、お部屋探しされていらっしゃる方がいましたらぜひ弊社をご利用ください。また、こんな動画を撮ってほしいとか、こんな検証をやってほしいなどありましたら、次の動画の参考にもさせていただきますので、ぜひコメント欄に書き込んでください。